やっぴー、ひろむらです。動画が変更になりましたね。メイク動画、一番やっぱりリクエストが多かったメイク動画を今日はご紹介します。このノラのメイク、バブリーポイントが3つございます。このバブリーポイント3つ、これを押さえればみんなバブリーフレーズ。ノラのすっぴんまで皆さんカウントダウンご唱和ください。いきます、ゴー。してるリスト様にこう見せるものではないんです。今日はでもメイク動画っていうのをちょっと撮っていきたいと思いますので、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、それをちょっと本当に面後ということで、それじゃあポタニーニっていう化粧水をバーッとリパディクト、これもう目に塗る前に私使ってたのがアルビオンのパウダレスっていうのをずっと使ってたんだけど、こっちか。ちょっとね、最近乾燥が激しくて、メイクアップフォーエバーのウルトラハイビジョンフィニッシュファンデーションをちょっと使ってみたくて、これ 4K 使ってみるんだけど、225をちょっと使ってみます。20のコンシーラーだね、こっちはコンシーラー使ってみます。たまにいつも使ってるファンデーションとかね、気に入っているのがあればいいんだけど、やっぱりこの季節とか、あと年齢に伴って本当にいつも合うものが合わなかったりするんだよね。じゃあもう私の手に取って使ってみます。ここの手の甲でまず気になるところ、クマね、そばかす、深みの気になるところとか、伸びがすごくいい。もうなんかブラシでつける人とかさ、スポンジとかいるけど、私も完全に指です。はい、そしたらじゃあファンデーション、すごい滑らかだな、すごい伸びる。多分これはね、スポンジにつけた方がいい気がする。すっごい、どうだろう、あ、抜けた、眉毛抜けた。ツヤはあるよね、持ちだね、時間置いて崩れてるかとか、パウダーで抑えるんだろうけど、まあちょっと乾燥がひどいので今日はこれだけにします。眉毛、この眉毛をね、私はアイシャドウで塗る。このシューデムラのパレット見て、これ色をさ、中開けなくてもさ、わかるようにこれ紙でさ、色塗ったの。これはね、メイクさんのアイデアを真似して、ほら、ここ縦収納なんだけど、ここもそれで、なんかね、ちょっと鏡で反射するの嫌だから、ここ一応隠したよ。すごく発色が良くて、持ちも良くて、もう一日ほぼ色足さなくてもそのままの発色が続くから、すごく重宝してます。で、このパレットは私が全部色を選んでパレットに入れてるんだけど、こういうのってさ、ほらパレットって市販で売ってるやつってさ、使う色と使わない色はっきりしてるじゃん。でもこれだったら全部自分で選んで、ハイライトだったり旬な色味とか季節によって入れ替えられるから、このパレットを選べるのがすごく便利で、気分みいいね。この色で撮って眉毛はやっぱりこの太い方がいいんだよね。20年以上前はもう本当にアムラやってたもんで細眉だったのよ。抜いてさ、眉毛さ、すんごい細眉だったの。だけどさ、やっぱ顔の大きさがアムラちゃんもさ3倍あるから、アムラちゃん、
これでよくやるのは、ちょっとこの眉頭濃いなと思ったら、こっちにこう、ノールシャドウにしちゃうんだ。一体感出たよね、ちょっと彫りがね、深くなって、濃いブラウンで先を描きます。もうね、あるもので代用したいの、あまり物を増やしたくなくて、なのでアイシャドウ。これも眉毛用のマスカラとかさ、パウダーとか持ってたんだけど、別にこれ使えるんじゃんと思って。はい、これで眉毛完成。今日はピンクとブルーの2色を使ったちょっと華やかなメイクをしてみたいと思います。よく使う色味を選びました。薄いちょっとパールの入ったピンクを使っていきます。私もう本当指、基本指でつけるんで、結構これはラメが入ってて、ちょっとこのメタリックな感じのピンクなんだよね。ここにアイホール全体に塗ってきます。これだけでもほらすごい発色いいでしょ。塗り方の幅は塗ってみて目開けた時の二重のラインからちょっとはみ出てるぐらいかな。もう水色をちょっと取って、この目頭にこの水色を加えて塗る。よりなんか透明感の増す。最近あのこれがお気に入り。水色を目のっていうこっち側にぼかしていく。絶妙なグラデーション出てきたね。外から中にピンクからのちょっと顔のグラデーション、ちょっと紫パープルっぽい色になるね。その後にこっちのすごい色のこの青ブルー、これを同じことします。つけてちょっと上目に、気持ち上目になる感じ。ちょっとまあ、ここのグラデーションをちょっとこっちのブルーをもうちょっとこっちにこう統一感出したいんだよね。左右のバランスとちょっと出てることに関してはちょっとこっちの何もない色で散らす。薄いなと思ったら足す。ブラシで取って際のところちょっとラインを引く感じで、そしたら同じブルーで下まつげの毛が生えてるところに、アイライナーはナチュラルブラウン、まつげの生え際のギリギリのところを塗る。で下も塗ります。さてマスカラいきます。マスカラはオペラ。これはもう何年も使ってる。私はビューラー使わずそのままいっちゃいます。もうさ、ビューラーも断捨離して、あのついた。こん時の顔がさすごいよね。ほらチークはもうずっと使ってるシャネルの330番のローズ。もうさ4年使ってんの。4年。そこが見えてきたんだけど、どんだけ持つのっていうか毎日ほぼ使ってんだよ。洗って一番高いところに軽くのせる感じ。はい、こんな感じ。ちょっとだけつけてここ塗ります。ほんのりピンク乗ってるの。ちょっとピンクを塗ることで統一感がちょっと出たよね。眉毛もさ、いろんな色にして楽しむ時代なので、次ハイライト入れます。このローラメルシエのブラシ、もっと軽く先で取って
からもうスッと入れます。で、まあ、ちょっと軽く目の下そしたら最後の私の秘密兵器こちらです。すごいね、先がここがマスカラになってて先がこう尖ってて、私はこれでラインを引くんだけど、まあ、ラメが結構細かいからね、引くというかもうのせる感じで、これはアイライナーと同じ時はこのブルーの色味がものすごく目立つの。リップはこのシューデムラのアンリミテッドシアシャインピンク、こんな感じ。これが普通なんだけど、このバブリーメイクっていうのはセミのメイクなの。テレビに出る時とか、まあ、仕事の時とかはこのアイメイクと同等の濃さを持っていくということで、メイクアップフォーエバーのこのピンク、これを乗せていきます。これでも全然いいんだよ。セオリー的にはこの濃いアイメイクをした場合はこっちはちょっと抑えた方がいいんだけど、すごいバブリーじゃない。あのピンクとブルーっていうのはすごく相性がいいんで、このなるべく色味をこのキャンバスの中にこう乗せてあげる。だからピンクでも薄いピンクから濃いピンクまで使っていいし、ブルーも水色からこの濃い本当に青っていう色味を乗せてあげれば、まあバランスは悪くはないよね。しもしも、私ノラよ。で最後に綿棒でこのほくろに乗ったファンデーションをちょっと拭いてあげる。そうすると素肌っぽさがわかる、出るでしょ。このほくろで、あ、ファンデーション乗ってんなっていうのがねすごいあるの。これだけはナチュラルの色味を出した方がいい。どうでしょうか、ピンクとブルーのラブリーメイクの完成です。こんな感じでちょっとみんなが普段は絶対にこんな濃いメイクはしないと思うんですけど、すごい楽しいでしょ。こうやって顔面キャンパスだと思っていろんな色に挑戦して、もう本当に明るく華やかに、何十代でも女性はもうチャレンジしてメイクってやればやるほど上手くなるから、絶対にいいと思う。いろんな色にチャレンジしてください。なんかこうためになったりとかいいなと思った人はチャンネル登録お願いします。 Twitter、 インスタもやってます。次回はなんかこうオレンジと黄色とか緑とピンクとか、なんかいろんな色の組み合わせとか、あとナチュラルメイクとか、ちょっとまたメイク動画を上げていきたいと思います。こういうメイクしてほしいっていうのがあったらリクエスト、コメント書いてください。ということで皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた会いましょう。以上グランドラでした。 OK バブリーケイツカッチー。